ていきたい。皆さんのお力で勝ち抜くことができれば、これもっと大きな政治家になって、地域と発展のために、そして日本この背骨から生まれます。今回の課題はいかにしてコロナ禍を乗り越えていくかということです。ただ皆さん、第5波